島大学に入学された皆さん、この度おめでとうございます。徳島大学産業院の北岡と申します。私ども徳島大学産業院では、次世代産業人材創出プログラムという教育プログラムを教育教育において実施しております。企業指導では全国的に活躍する7名の起業家に登壇していただきます。たくさんの方の話を聞けるっていうのがこの授業の一番のいいところかなと思います。で、その中で自分に合うものであったりとか、自分が今求めていることの答えを提示してくださることがきっとあると思うので、何か新しい知識を得たい、何でもいいんですけど、そういう方にはぜひ取っていただきたいなと思います。テクノロジーとビジネスは徳島大学昌平教授であり、株式会社メディアドゥ代表取締役社長である藤田康之先生が担当する授業です。自分の将来どういう未来を描きたいのかみたいなことを言語化することができたなというふうに感じています。創造性みたいな豊かな学生に特になんかお勧めしたくて、今インプットだけでとどまってしまっている学生にとってはすごいいいアウトプットのきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。次世代事業創造入門は私が担当させていただきます。事業を実現したいという思いは重要ですけれども、それだけではビジネスは動きません。ビジネスを動かすためにはユーザーニーズを捉え、ビジネスモデルを作る必要があります。この流れについてグループワークで学ぶというのがこの授業の目的です。誰でもウェルカムみたいな感じで、本当に気軽な気持ちで入ってくれますし、大学1年生の段階ではまだ基礎的な授業が多くて、その誰かに向かってプレゼンテーションをするっていう機会は非常に少ないと思いました。誰かにしっかりとアウトプットをする、そしてそれを聞いてくれている方が社長だとかっていうクラスの方々で、非常にいいアドバイスをくれるんですね。僕は非常にそれはいいと思いました。次代事業創造実践は事業を受けた学生のための実践の場として用意されたプログラムです。実際の企業活動で必要な会社設立や資金調達を模擬的に行いながら、期間限定でビジネスを実践します。なんかどうやったらお金が生まれるかを考えて、なんか労力とか時間とかはすごいかかってすごい大変だったんですけど、なんかバイトでは味わえない体験ができたので、お金を稼ぐっていうののイメージがなんか大きく変わりました。